ロッキー山脈の歴史は地質学的な変遷から始まり、人類の活動による影響まで多岐にわたります。その始まりは地質学的に数億年前に遡りますが、人類の歴史は比較的最近のものです。ロッキー山脈は北アメリカ大陸の西部を南北に走る山脈で、カナダからアメリカ合衆国を通り、北西から南東に伸びています。山脈の最高峰はエルバート山で、標高は4401メートルです。この山脈は北アメリカ山系に属し、岩石は先カンブリア紀や白亜紀のものが多く、火成岩、堆積岩、変成岩など様々な種類が存在します。19世紀にはロッキー山脈の地域は急速に変化しました。1832年にはワイオミングの南部を通る馬車が山脈を越え、1840年代には多くの開拓者がオレゴントレールを経由して西部へと移動しました。1847年にはブリガム・ヤング率いるモルモン教徒がグレートソルト湖に到着し、ソルトレークシティを建設しました。同じ頃、カナダとアメリカの間の国境線も確定し、1818年の協議により北緯49度が国境とされました。これは後にオレゴン条約により正式に決定されました。19世紀中頃から後半にかけてゴールドラッシュが起こり、多くの人々が金を求めてこの地域に流入しました。1859年にはコロラド州のクリップルクリーク近くで金脈が見つかり、その後も地域経済は大きく変わりました。またこの時期にはポニーエクスプレスや大陸横断鉄道などの交通網が発展しました。1869年には大陸横断鉄道が完成し、カナダでも1885年にカナダ太平洋鉄道が太平洋までの路線を開通させました。自然環境の保護に対する意識も高まり、1872年には世界初の国立公園であるイエローストーン国立公園が設立されました。その後もロッキー山脈地域には多くの国立公園が設けられ、自然保護の重要性が認識されるようになりました。これらの出来事を通じてロッキー山脈はアメリカ大陸の歴史において重要な役割を果たしてきました。開拓の時代から自然保護の概念が生まれるまで、ロッキー山脈は人々の生活、経済、そして文化に大きな影響を与え続けています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。